なんとかしよう。かさみくん、ファイト。でも、具体的にはどうするの？それを今から考えます。かさみくん、ファイト。少しは反省しましたか？河合さん、天野さん、もういいわよ。あー、よかった。私すっごく疲れちゃって。あんたはまだこれから頭の隅の隅まで常識ってもんを叩き込んであげるわ。あーれー。それじゃささみたちは行きますね。もう遅刻したらダメですよ。すみませんでした。立たされちゃったね、みさおちゃん。そうだね。それじゃ、教室に戻ろう。うん。おかえり、河合さん。ただいま。苦労をかけてしまったね。それは言わない約束だよ。なんてね。三星先生が帰ってきたみたい。どうして私がこんな目に遭わなければいけないの？どうしてなの、星の王子様。相当清音先生に絞られたみたいだね。大丈夫だって、いつものことだもん。ところで、真島くんたちは？相変わらずだよ。ほら。だよ。近づいてくんじゃねえよ。そっちが近づいてきたんでしょ。ほらね。なんかますます悪化してるような。あれ、またまた誰か来たみたいだけど。はい、何ですか？あれはさゆり先輩。真島くん、呼んでもらえる？おーい、真島、お客さんだぞ。あ、ごめんなさい、真島くん、ちょっといい？あー、さゆり先輩、何ですか？ここじゃなんだから。ちょっと何よ、何なのよ、あの6年は全然どうなってんのよ。やるなあ、ヒロト。年上の女性に呼び出されるなんて。別に校則違反じゃないけど、なんかそれっていけない感じです。なんか雰囲気がヤバめ。どうしよう、ささみちゃん。とりあえずささみにできることといったら、できることと言ったら、現状を把握してより良い未来を作ることだね。はあ？ささみちゃん、これっていけないんじゃ。硬いこと一個なし、減るもんじゃないんだし。あははは、そういうことだね。何よ、何なのよ。静かに。
昨日の続きなんだけど。ん？ああ、チョコのことか？かぐー！ちょっとコノハ、静かにしないとさゆり先輩たちに聞こえちゃうよ。キョコ、押さえてて。なんだっていいぜ、そういうの気にしねえからさ。じゃあ味は甘い方がいいのかしら。うん、どっちかっていうと甘い方かな。プリンが好きだからな。まるでああしてると。なんか恋人同士みたいだね、イソオちゃん。早くこの場から離れた方がいいと思うな。あ、落ち着いてる場合じゃないよ。早くしないと。いや、もう遅いみたいだよ。え？何やってんだお前ら。なんでもないよ。ね、みさおちゃん。いいなあ、ヒロト。何言ってんだよ、ケンジ。この僕の知らない間に、6年1組、出席番号4番、小山田リストナンバー218の伊藤さゆりさんと仲良くなってるなんて。バカ、あれはな。やだ、聞いてたの。
いい。はいださん、暴力は部外者は引っ込んでくださいよ。全然効果がないよ。はあ、こんなにうるさくしてたら。またまたまたかい。これ以上下げたらささみが見れないよ。ならここをこうすれば。おお、バッチリバッチリ。さすが小山田くん。いいのかしら、こんなことしちゃって。しかし、1時間たりともおとなしくできないんですか、あなたたちは。で、今度の原因は何なの。ヒロ、真島くんに殴られました。何言ってんだ、先に机投げ飛ばしてきたのはお前だろ。真島くんに殴られたんです。嘘言ってんじゃねえよ。二人とも落ち着きなさい。ハイダさん、私はあなたが先に机を投げつけたって聞いてるけど。ほら見ろ、見てるやつは見てんだよ、この嘘つき女。嘘じゃないわよ、先に殴られたんだから。なんだと、どこ殴ったって言うんだよ。
声をかけづらい。いるんだったらありがとうの一言くらい。ささみちゃん、いいの。みさおちゃん、はあ、なんでだろう。なんであんな単純ばっか好きになっちゃったんだろう。木の葉、他にもっと素敵な恋がありそうなもんなのに。相田さん、やめちゃおっかな。そんなことできない。そんなことで諦められるわけないもの。気持ちが本物なら。わかってるわよ。でも他にしょうがないじゃない。私思ってた。ゆっくりゆっくりヒロトが私の方を見てくれるようになったんじゃないかって。でも違ったんだ。私はいつもヒロトの周りをうろうろしてるお邪魔虫で、本命は他にいるんだ。さゆりさんのこと？名前なんてどうでもいいわよ。木の葉、あんたたちには関係ないことなんだから、おせっかいだってやめてよ。諦めたらダメ。みさおちゃん、諦めたら、諦めたら今まで大切にしてきた思いが通じなくなっちゃう。そうだよ、木の葉。このまま終わっちゃっていいの？いいわけないよね。そんなこと、そんなこと言われなくても分かってるわよ。でもチョコすら受け取ってくれないような状態なのよ。そうだ、それだよ。え？チョコ作ろうよ。バレンタインのチョコ、マジマくんにあげる。すごいやつを。今さら受け取ってくれるわけないじゃない。そんなことない。精一杯作ればきっと受け取ってくれると思う。そうだよね。作ろうよ、この葉。私たちも手伝うから。だけど時間もないし、お金だってないし、もらってくれるかわからないし。洗濯。大丈夫だって。時間なんて作ろうと思えばいくらでも作れるんだから。頑張ればきっと明日までに間に合うわ。野原らしくないよ。とにかく作ろうよ。行動あるのみだってね、ハイダさん。ここまで言うんだったら。え、聞こえないよ。そこまで言うんだったら付き合ってあげるわよ。いい？あんたたちが言うから付き合ってあげるんだからね。まったく素直じゃないな。何よ。うんうん、それじゃ早速今日の放課後から始めよう。うん。はいはい。そしてささみたちは究極のチョコを作ることになったんだ。それじゃあとりあえず材料を買いに行きましょう。ってことは今日こんちだね。どうしたの、この葉。ねえ河合さん、他の店にしない？なんで？いや、なんでって、その洗濯。だって京子の家はこの町一番のお菓子屋さんだよ。そうだけど。
なんで？どうして？どうしてもよ。でも他に美味しい材料を安く手に入れられるところってないし。スーパーとかは高くついちゃうから。ってなわけで京子の家にゴー。はチョコ作りをすることになったの。今日はママにチョコ作りの講座を開いてもらうことになりました。つまり3人で明日までに美味しいチョコを作りたいってことなのよね。はい、よろしくお願いします。
しいチョコって言ってもたくさんあるのよ。みんなはどんなチョコが作りたいの？そりゃあもちろん究極レベルの豪華絢爛なチョコレートよ。私は妥協を許さない女だから。ミサオちゃんは？私はみんなで作れるアットホームなチョコがいいと思います。ささみちゃんは？え、ささみ？選択。やっぱりここはマジマくんを驚かすためにも豪華絢爛チョコじゃないとね。当然よ当然。でも私たちに作れるかしら。大丈夫だよ、ママがいるんだから。それじゃ作るものが決まったし作業に入りましょうか。はい。ところで河合さん。うん、なに？河合さん自身の料理の腕ってどうなの？洗濯。そりゃもちろん神様クラス。本当に？自分の身分をわきまえないとダメよ。はい。まあみんなの腕はともかく、とりあえず作ってみましょう。うん。ちょっとコノハ押さないで。ささみちゃん、そんなにかき混ぜちゃ。直接持ったりしたら、早く冷やす。